今日の先生はエルマールの姉妹店ボンジュール料理長の藤沢先生です。先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今日作るメニューはこちらです。洋風スイトンが入ったソーセージポトフです。材料です。ソーセージ、ベーコン、玉ねぎ、じゃがいもなどをご用意ください。鍋に切った材料が入っています。ここで今日のパパッとポイント。材料は水から煮込みます。先生、これはお湯じゃなくて水から煮込むんですね。はい、そうですね。水から煮込んだ方が、材料の旨味が、引き出ますので。量はどのくらい入れますか？そうですね、本日はだいたい1リッターぐらい入れてみます。沸騰するまで強火で、火にかけてください、はい。で、沸騰しましたらばその後は、沸騰点ギリギリぐらいまで、火を落としてください。煮込んでいる間に洋風スイートンを作りましょう。お願いします。はい、では、作っていきます。まず小麦粉です。小麦粉を本日は 100g 使用しております、はい。で、その次にじゃがいもです。じゃがいもは生のやつを使用してください、はい。こちらをすりおろしていきます。はい、じゃがいもをすりおろしましたらは、はい、今度フォークを使用しまして、混ぜ合わせます。で、この時点で若干緩いかなって思うんですけども、はい、スープの中である程度固くなりますので、はい、このぐらいでよろしいかと思います。なるほど。そうしましたらば、はい、塩、本日はバジルピューレ、粉チーズですね、こちらもお好みで、入れてください。で、全体的に混ざりましたらば、はい、出来上がりになります。はい、では、鍋の方を見ていきましょう。はい、はい、このぐらい沸騰しましたらば十分です。はい、そうしましたらば、弱火に落としてください。蓋を若干ずらしていただきまして蒸すような感じで煮込んでください。はい、15分ほど経ちましたね。はい、では様子を見てみましょう。おお、美味しそう。はい、このぐらいですとも大丈夫ですね。はい、ではスイートンを入れていきます。で、まずスプーンをスープの中にくぐらしてください。はい、そうしますとスプーンの方にスイートンがくっつきにくくなりますので、で、スプーン1杯分ぐらいのスイートンを、はい、鍋の中に入れてください。また、蓋をします。はい、で、だいたいそうですね、5分ぐらいで、スイートンの方にも火が入っていくと思います。はい、これで出来上がりです。野菜の旨味が楽しめるポトフ、洋風スイートンはどんな味なのでしょうか。いただきます。あ、もっちもち、野菜の旨味がギュッと詰まったスープをしっかり吸って、このチーズのコクとも相性がいいですね。まずはスープの方を味わっていただきまして、はい、で、あとはお好みでオリーブオイルや黒胡椒などを入れまして、お召し上がりください。今の寒い時期にこのぴったりなポトフ、ぜひ皆さん作ってみてください。